はい、皆さんこんにちは。今日はですね、行きつきというところに来ました。いかがでしょうか。後ろの見える綺麗なね、橋がとっても綺麗だと思いませんか。ね、日本全国ですね、こういうふうに回ってるとですね、何か僕は時々思ったりするんですね。こういう綺麗なとこ、今こういうふうに写真を撮ってますけども、こういうのね、観光税みたいに撮るといいんじゃないかななんてね、それを全部地元にまた還元しましてですね、要はこういうメンテナンスをやっていくとか維持管理に費やすというのもね、一つの僕は6時化じゃないかななんて思ったりします。それではまた次回お会いしましょう。竹下塾でした。